バディ・ハケットはアメリカ合衆国の俳優、コメディアン、声優である。1924年、ニューヨーク市ブルックリンに生まれる、ユダヤ系の家系だった。高校時代からナイトクラブなどのステージに立ち、コメディアンとして活動をしていた。1942年に高校を卒業。後にアメリカ陸軍へ入隊して、第二次世界大戦へも出兵している。戦後、 ブルック人のナイトクラブなどで再び、スタンダップコメディアンとしての活動を再開させ、徐々にキャリアを積んでいく。それまでの芸名は、レオナルド・ハッカーだったが、活動再開と同時に、バディ・ハケットへ改名した。活動の場も、ニューヨークの他に、ロサンゼルス、ラスベガスへ広げ、50年代へ入ると、映画界へも進出。 ドナルド・コーナーとジャネット・リーが出演した映画恋人を家に送って歩く道などの喜劇へ出演して徐々に知名度も上昇。特に50年代と60年代でその人気を不動のものにした。テレビ番組ではジョニー・カーソンの看板番組だったザ・トゥナイト・ショー・スターリングジョニー・カーソンへは当時最も多いゲスト出演回数を誇る。また、これまで サンバカ大将のカーリーが倒れた際に、代わりのキャストへ打診されたことがあるが、独自のコメディへの自信から、その話は断っている。その他、1954年に公開された、ファイヤーマンセーブマイチャイルドでは、当初出演するはずだったコメディ俳優のルーコステロと、容姿が似ているとの理由から急遽代役としても、出演した。コメディアン、俳優としての地位を確立した後は、 シットコムやブロードウェイ舞台など幅広い分野で活躍。80年代以降も精力的に仕事を続け、ディズニーが制作したアニメ映画、リトル・マーメイドへ、声優として出演したり、ビル・マーレー主演のファンタジーコメディ、三人のゴーストの劇中劇へ、スクルージ役としても出演している。テレビでは NHK でも放送された、シットコム、サブリナや、 ジェシカ・おばさんの事件簿、恐竜家族へも出演して、健在ぶりを発揮した。ジェシカ・おばさんの事件簿では、まだ無名の頃のジョージ・クルーニーとも共演している。1955年に結婚し、3人の父親でも、あった。さらなる今後の活躍も期待されていたが2003年、ロサンゼルス近郊のマリブにあった自宅で死去した。78歳だった。ありがとうございます。